あ、トイレ。一応挨拶するんだ。今日は嫌なん。今日は嫌なん。日によって気分が違うんやな。縄文式時です。これで健太郎の頭のサイズわかるわ。あとで茶碗の直径測っとくしな。何センチかって出るよ、お前の頭の。まあ周囲も出るよ。編集率使えば。いくらで売ってんのこれ。もう帰るんだ。調子やな。